シグナセックスでございます。交換する部品は、こちらですね。はい。ね。これ交換。あと、このカバーのガスケットもね、入ってますね。さあ、そしたらまずこのカバーから外すらしいですよ。はい。多分ここら辺のやるのにこれがね邪魔だからっていうねあれだと思います。外さなくてもね後ろに抜くって書いてますね。後ろに引くんですね。そしたら、これかここのネジひび入っちゃってるんですよね。これを外すよね、うん、でこれを外すのにキックを下げてやってくださいと。この位置だとここにぶつかっちゃうからね、はい、まずこれ外さないと、パン曲がっちゃった、ね、はい、そしたらこのカバーね、ね、こうなるとせっかくだからベルトも一緒になんでね、思ったりしますけどね。この場合はコーチンは磨いてある膝が痛いから、あんまり膝を曲げて、このシグナスは後ろドラムですね。ここら辺のネジをやるのにここのカバーがついてると当たっちゃうんですね。暗いんでね、場所を窓際の方がいい、うん、ただ展示する場所と整備スペースを考えるといろいろやっぱりこういうのをいろいろと分かること分かっなんか少し分かったことは奥行きのある建物よりも横に長い方がいい、ね、面してるものに対して横にで整備スペースがあって展示スペースがあってみたいな方が要はここだったら出口がもうそっち側にあって、はい、何箇所か出口が長い方にあってで要は整備する場所もバイク1台長いのちょっと入れてもちょでスペース若干あるぐらいの奥行きでいいっていうね。どちらかというと横がいろいろ長い方がいいっていうそんなことをですねこれ外れてね、汚いね。これはちょっと掃除しないで。で外したこのこれゴムねバスケットこれ交換。でこれこっち交換ね、はい。ベルトだからそのままなんですよ。すみません、これここが欠けてるような気がするんですけど気のせいですか、ね、欠けてるんだ。
通じたわけです。欠けてるんですけど、欠けたやつどこ行ってるんですかね。そもそもどうして欠けたんですかね。そこですね。問題はここからで、これ緩めてね、付け替えですからね。ベアリングは確かに、あ、いいね。これを緩めないからね。いくつだろうな。いくつですかね。何を外すんですか。これ外したでしょ。で、クラッチキャリア取り付けナット1番ね。で、2番クラッチキャリアで、3番クラッチコンプレッションスプリング、4番がセカンダリシーブ足で、4番は対策部品の交換するため分解する必要はございませんね。いいですね、はい、組み付け面取りしてる側をクラッチキャリア側に向けて取り付けてください。なるほど。拭いた方がいい。そういうことか。うめえ。9キロ。はい。閉めましたよ。そしたら戻すんですけど、ちょっとこれ少しきれいにしてね、これから戻しますかね。はい、あとカバーもそうね、汚いですから。で、わかんないけど、あとこれ、ね、あとなんか落ちて かけらないですよね、さすがにね。オプティマムだこれ。あ、シム入れてあるよ。シム入れてある。うん。2枚入ってる。3枚入ってる。シム3枚入れて、落とし込みを大きくしてるってやつかな。オプティマムってあれですよね。カスタムジャパンのやつですね。これあれかな、ここも欠けてるから、周り止めするのに、こう押さえて、それで、割っちゃったんですかね。バーンつってね。違うかな。これは NCY ですね。こっちはオプティマ。いいんですかね。これとこれ違うんだけど。ブラックプーリー2って書いてある。あ、中黒いんだ。なんかそんなの見たことある。うん、よし、とりあえずちょっと装置、はい、してから続きをやりたいと思います。はい。武蔵は外にいるんですけど、なんか今ちょっと綺麗めのお姉さんが構ってました。そういうことはよくあります、はい。ね、オプティマ。ベルト大丈夫か。やっぱりね、規定努力で締めるのがね、こう押さえつけてこうグイッてやるのがね、若干大変です。逆だ。なんでベルト今逆でした。逆なんで。なんで逆になるんですかね。
いしょ。どうしましょう。これ新しくなったらね、いいですよね、この中のね。この側にはベアリングが入るような跡があるんですけど、入ってないですね、うん、よし、そしたらもうこれはね、マーキングをしますよと。よいしょ、まあ、とりあえずね。で、ちょっと弱めにして設定して、でやるんですよ。もうちょっとそしたらカバーを戻すと。で、ガスケット、新品の、ガスケットにして、一箇所。ここにもね、ここは入ってる。これがないのか。ね、なくなっちゃってますね。このゴムのガスケット、これ。めんどくさい ね枠にきちんとこれはめていくんでしょ。もうこのアングルだとあれですね、人は映らないですね、通る人がわからないね。ということはどうしたらいいですか。私がその度にね、あ、今ね、別の方が取れば分かると思うんですから、ね、壊れてるね。ただね、そう、本当は 前はここに止めてたんですけど、別はね、ここの外に止めたんですけど、ね、うちに変わっちゃったでしょ、だからもう止めてないんで、駐輪場に止めてるから、こっちには来ないんですよね。うん、残念ですけどね。あの列法は気になって仕方がない人もね、あの方もいらっしゃると思うんですよ、うん、あの列法どうなっているんだ、あの列法を落ちせえ、ね、しょうがないですよね。よし、オッケー。ここグリス入れておいた方がいいね。いや、ベガンマに刺せばいいか。ずっとたるんでんだけど、こんなもんだ。こっちかこっちを落とし込みをかなりワシ入って3枚入っていったら死んだね。それが原因じゃないかな。こんなんでいいのかな。それじゃあこれを戻しますよ。
にすぐそこに白いレーシングですが、はい、入っております。これ先にキックつけて大丈夫なんですよね。キック先につけちゃいましょう。終了でございます。はい、これ硬いね。もう全然使わないでいるとね、固着しちゃうんですね。この型はキックまだついてたんですね、はい、これの追加ですかね、キックなくなったのね。だんだんね、インジェクションですね。うん、ね、でこれはね、あの返しするんです。ちゃんとお返しないと、そういうことです。どういうことだって。Y マーク、今回は外径 15mm 黒字に金文字の金マークステッカーを使用します。これもうなくなっちゃったんじゃないですかね。ないんじゃないかな。うん、多分ないと思うんですよね、うん、はい。まあ、とりあえずあれば、あの付属していればね、それをちょっと貼って、うん、やるという感じですね、はい。とりあえずエンジンかけてみますか。よいしょ、エンジンしよう。終了と。